つのあの感じ、最近会った誰かと雰囲気が似てる気がするぞ。あ、わかった、ヤガミと似てるんだ。ヤガミもあいつもなんかすごく疲れてるって感じがするんだよな。寿命が長くて何百年も生きるのってやっぱりかなり疲れることなのかな。クフルアハを待たせるとは大した度胸だぜ。俺さっさと土下座すんだな。じゃねえと。こいつのことは気にするな。俺らもさっき来たとこだ。キンニチ、それにカチーナとムアラにもみんな来てたのか。ヤッホー、そろそろ私たちが恋しくなってたんじゃない。キャンディーとビスケットを持ってきたんだ。一緒に食べよう。もちろん恋しかったぞ。あとチビ流ビスケットもな。じゃあ遠慮なくいただくぜ。ここは暑いし、これ以上待たされたら外を散歩でもしようと思ってたところよ。外も暑いけどな。来る途中大丈夫だったか。正直こんな来てくれると思ってなかったよ。うちの予想じゃ声をかけたうちの3分の1が集まれば上々だったからさ。他の人があんたをどう見てどんな期待を寄せてるか、そういう情報があると米を作る時に役立つんだよね。清少の旅寄りはいつも持ち歩いてるっしょ。ちょっと見せて。進捗は悪くないね。人数も十分だし始めよっか。すまない、遅くなった。チャスカも来てくれたんだ。でも遅刻するなんて珍しいね。魔物を片付けていたらつい深追いしてしまってな。さっき集落に寄ったんだが、家屋の集いを手伝ってくれたと聞いた。礼を言う。へへ、私にはお礼なんかいいからな。あんたが手を貸してくれてなかったら北条の国の被害はもっとひどかったはずだ。それにうちの集落は人手が足りてたし、手伝いに行くのは当然だろ。ほらほら、そういうのは後にして。みんな揃ったし始めるよ。やってもらうことは至ってシンプル。旅人と経験してきたことを清少の旅寄りの前で話してもらうだけ。その内容は記録されて5名の一部になる。質問ある人？うん、大丈夫。よし、じゃあまずは。ちょっとタンマ、さっきの話覚えてる？忘れるところだった。旅人パイッチ、終わるまで外してもらっていい？なんでだよ、オイラたちも聞きたいぞ。みんなが本当に思ってることを集めるには本人はいない方が都合いいんだよね。ほら、あんたがここにいると恥ずかしくてもごもごしちゃう人もいるでしょ。そういうのよくあるじゃん。確かに、オイラも金欠の時はうまいもんが食べたいってなかなか言えなくて他の理由を考えたりするな。じゃあ清少の旅寄りをここに置いて外で待ってればいいんだな。うん、まあそう長くはかからないと思うから。シロネンの言ってたことはもっともだったけど、あの反応を見る限りきっとシトラリの提案だったんだろうな。丸分かりだったぞ。余計気になってきた。みんなどんな話をするんだろうな。もうすぐコメができるのか。オイラまでワクワクしてきたぞ。
気づけばナタに来てもう結構経ってるよな。そうだな、オイラも青春の旅折りに何か話したくなってきたぜ。だったら今がチャンスだよ。知るね、もう終わったのか。とりあえずね。でもなんか足りない気がしてさ。パイッチは旅人と一番付き合いの長い仲間なわけだし、やっぱその評価は欠かせないと思わない？ノタ人じゃなくてもいいのか？もちろん、旅人の最高の仲間って言ったらパイッチを置いて他にいないからね。それこそ大鳥にぴったりっしょ。ってことで、ごめん、ちょっとパイッチ借りてくね。背が悪いから。イッチがいろいろ話してくれてさ、八神様が最後まで話を聞けるか心配しちゃったよ。だって国を6つも一緒に旅してきたんだぞ、仕方ないだろ。とりあえず青春の旅折りを返しとく。これからもナタを冒険するときは持ち歩いといて。米を作る準備が整ったらまた持ってきてもらうから、その時になったら未だかつてない米を作ってあげる。この終わりのない戦いに終止符を打つために、あんたの力に、そしてナタの力になってくれるはずだよ。米を鋳造する準備ができたら、しばらく青春の旅折りを預からせてもらうから、もし記録しておきたい冒険があったらそれまでに済ませといて。すべてうまくいきますように。うちまで緊張してきた。権限、
後ろに何か隠れてるぞ。なんだ、イクトミコリュウか。かわいいな。でも、なんでこっちをじっと見てるんだろう。瞬間、変な空間に引きずり込まれたんだよな。あと、でっかいイクトミリュウも見たぞ。一体何なんだ。お、どうしたんだ、旅人。あ、さっきのイクトミコリュウだ。どこかに案内しようとしてるみたいだぞ。冒険者なら、絶対真相を突き止めなきゃな。Yeah.